深圳で封鎖に対する抗議多発共産党を言うだけで約束を守らないと怒鳴りつける新疆で封鎖管理に抗議して成功当局はその場で封鎖を解除中国共産党党大会の代表者名簿を発表専門家習近平は予想外変数を心配最後まで厳重にガード 中国共産党中共第20回党大会が近づく中中国各地で過剰貿易に対する抗議活動が起きています24日には新鮮の街を両手を広げては足で走る女性の動画がネット上にアップされました 赤いベストを着た数人の貿易担当者が女性を追いかけその女性はその後数人の警察官に連行されました9月26日には新鮮市福田区で閉鎖に抗議する人々の映像が多数公開されましたそのうちの一つは新鮮市福田区新州の人々が路上で抗議し防護服を着た政府関係者と対峙している映像です覚醒器を持った男性が共産党は言うだけで約束を守らないと怒鳴りつけていました <noise> 26日夜福田区サビで1ヶ月に2回の閉鎖に抗議するため大勢の人が街に繰り出しました大量の警察官が投入され抗議する人々の中に突入して人を逮捕しました福田区にあるを着北電子商店街では店主らが23日からの再閉鎖に抵抗する抗議が発生しました 映像では大勢の店主らが政府側の貿易担当者と対峙し大勢の警察官が駆けつけている様子が映し出されています店主の一人が封鎖するな我に自由を返せと叫びました現場は次第に緊迫しその後警察は抗議参加者を逮捕するために人々の中に突入しました一部の住民は警察にペットボトルを投げつけましたが最終的に当局が投入した特別警察により鎮圧され抗議参加者は次第に去っていきました 多くの人が福田区での抗議活動のニュースをウェイボーに投稿しましたがそのニュースや動画はすぐに削除されました今年に入り深センではすでに何度も閉鎖が行われ現地の店主は大変打撃を受けアジアナンバーワンの電子市場と言われる華経北電子商店街さえ不況に陥ってしまいました深センの多くの人が生活費の出どころがなくなり絶望的な状況に直面しています また複数の映像から封鎖されているコミュニティ内の新鮮の住民が我慢できず相次ぎフェンスを乗り越えて逃げていく姿が映っていますその中の一つのフェンスに「自由」という二文字が書かれていて大変皮肉だと指摘されました新鮮市当局は48時間以内の PCR 検査陰性証明書を持たないと市外に出れないとしています いわゆる高リスク地域の人々が深セに入った場合7日間隔離し5回の PCR 検査を受けることを義務付けているため住民は普通の生活ができず人々の恨みを買っています各区で住民による抗議活動が相次いでいます次のニュースです9月25日新疆ウイグル自治区ウルムチ市の大火寮では50日近く閉鎖が続いていたため大勢の人々が街に押し寄せて抗議しました 貿易関係者にひざまずき一家全員が生きられないと泣きつく人もいましたその映像はネット上で影響を拡大し世論の圧力のもと当局は封鎖解除を余儀なくされました安定を維持するため銃を持った武装警察がたくさん駆けつけました,今今見たの それにもめげず多くの人々が街頭に出て閉鎖の解除を求める抗議行動を行いましたこの動画はすぐにネット上で拡散され翌日には当局が閉鎖を解除せざるを得なくなりました王貨寮の民衆による抗議は世間から称賛されましたある人は王貨寮の映像を見て本当にびっくりした 黒山の人だかりで幼い頃から今までこんな勢いを見たことがない大荷漁の住民は昨日一致団結して全員抗議に出てきた傍観者は一人もいなかったその結果低リスク地域に格下げされる代わりに直接封鎖を解除されたと言いました一部の店主は大荷漁の抗議に参加した民衆を有志と称え感謝の意を込めて贈り物をする人もいます 国竜交渉ジャムス市では9月18日から封鎖が始まり物資不足で多くの人が飢えに苦しんでいます25日国竜交渉ジャムス市の貿易関係者は人々が自ら購入した米や卵などの物資を全て捨て住民に食べさせませんでした倒消悔啊外面来ても全部消悔全部扔掉全部消悔倒直接倒は 住民が外で買ってきた野菜も全てゴミ箱に捨てられました中京の代弁者環球時報がこのニュースが事実であることを確認しました このニュースは世間を騒がせています最後のニュースです習近平総書記は中央アジア訪問から帰国後1週間以上雲隠れし権力が剥奪されたのではないかとの噂が飛び交っていますアメリカニュースマックスは中国問題専門家のショー・カトン氏に取材したところ煙があるところには火がありうるとしすでに多くの煙が出ているので一部のことは非常におかしいと述べました ツイッターでは習近平はどこだ中国クーデターが人気ワードになっていますさまざまな噂が相次ぐ中中共中央テレビは9月25日中共第20回党大会の代表者2296人の名簿を発表しました習総書記も記載されていましたこれらの代表は習近平思想を指針として堅持し中央政府の要求に厳格に従いいわゆる階級別選抜によって選出されたと伝えました この名簿により習近平は権力を剥奪されたという噂にはほぼピリオドが打たれました在米経済学者の立光晴氏は習近平続投に反対する勢力が罠を仕掛け続けていることは党内の闘争が激化し習近平の権威が厳しい挑戦と圧力にさらされていることを意味していると指摘しています しかし、孫力軍政治グループに下された重い判決は、習近平の権力がまだ強固であり、続投が可能であることを示すといいます。现在呢，我们的一个基本判断呢，就是他现在呢连任应该是没有太多的悬念啊，这是第一个。第二一个呢，他也不会像原来所说的大胜习家军的人马呢完全垄断中国的权力。目前呢还看不到这样的迹象。应该说呢，现在博弈呢，最后呢还又是回到了最后博弈。 党大会代表者名簿の発表後最高権力中枢である中央政治局25人と政治局常務委員7人の人選が注目されています中国共産党の規定では党大会の人選では約200人の中央委員が指名されその中央委員が権力中枢の常務委員7人を含む25人の政治局員を任命することになっています 政治局と政治局常務委員会の人選問題について政治評論家の劉瑛章氏はアメリカ国営放送「ボイスオブアメリカの取材で習近平が主導的な役割を担っていると強調しました中共第19回党大会以降政治局員は毎年習近平と面談し報告書を提出することが新しく義務付けられ習が権力を一手に握る構造が確立されたといいます 州が軍と公安司法体系を掌握するもとでいわゆる共産主義青年団と公卓民派という古い派閥の区別はもはや存在せず中共トップの人事ルールは寛容の派閥闘争モデルから脱却したと指摘しています第20回党大会の候補者として共産主義青年団に属す王欧陽政治協商会議主席と古春華副首相 そして習下軍に属する鄭省党中央弁公庁主任さらに李強上海市党委書記と陳敏治重慶市党委書記などが話題になっています中共の権力中枢に入る人物は習近平の続投と同じように事前に決まっていていわゆる選挙投票は形式的なものに過ぎないと指摘されています劉英少氏は今誰がどの地位を引き継いでも全て習近平の意思の表れだと考えています しかし、中共党資の専門家である江文憲氏は以前、ボイズ・オブ・アメリカの取材で党大会は名義だけで実験のない機構だが党規約によれば必要な段取りでありつまりこの形式を通らなければいけないため最終的に公表する前にはまだ不確定要素が現れるかもしれないと述べていますまた当時、毛沢東は結果が公表されたときに危険が発生したり投票で多数を占めるかを非常に心配していたと言います。 毛沢東はこのことに対してごり夢中で事故が起きないかどうか心配だったようです公文憲氏は中共政権樹立後歴史全体の方向を変えた事件は少なくとも2つあるとしました例えば1978年の第11期中央委員会第3回全体会議前の中央工作会議で 当時の陳雲政治局常務委員が文化大革命の問題に言及したことで当初の議題が変更され各国法主席が失脚して鄧小平が復帰することになりました1986年第12期中央委員会第6回全体会議では社会主義精神文明の建設が議論されました当時の公耀法総書記が閉会しようとした時誰かが突然資本家階級自由化の問題について発言し すぐさま2つの意見に分かれたため情勢全体が逆転し結局胡陽法は翌年早々に退陣することになりました公文憲氏によれば習近平は第20回党大会に対して厳重に警戒しいかなる事故も起こらないようにしているそうです党大会の結果については習近平が続投したとしてもその前途は容易ではないと言います